ップをたっぷりかければ指示役のリーダーと見られるのが渡辺容疑者。渡辺容疑者はどのような人物なのか知人に話を聞くと、人を見てこう対応を変えるなかったら立場的にあるみたいなのに関してはちゃんとした方がいいし、こいつはもういいやと思う関してはもう強く見られたりとか。渡辺容疑者は15年ほど前、札幌市の繁華街ススキノで客引きをしていたといいます。36人が身柄を拘束された事件、当時4人は逮捕を逃れましたが、このグループは2019年までに全国でおよそ2300人から合わせて35億円ほども騙し取ったとみられ、渡辺容疑者4人がこのグループの主要メンバーとして逮捕状を取っています。このグループで被害者に詐欺の電話をかける、いわゆるかけ子役だったという検討数をかけるあります。ダンスの振り付けだったりセリフだったりとかスパッて入ってたらもう嬉しいですね。絶対無理なんですよ、はい、実際の目黒さんは毎朝自他共に認めるデーモス期の吉沢さんですが、これ買ったのかな？わあ、すごい。ね。すごかった。わあ、ううう。あ、う、あ、う。わあ、すごい。Wow.
ごいね。